菅のメジャー挑戦ってマジ？ MLB の記者がつぶやいてるけど。結局行くんかい。ダルビッシュよりも若いからな。頑張れ。復活したとはいえいつ衰えが来るかわからんし、行くなら今回がラストチャンスだろうな。今のメジャーはどこも先発足りないから意外と争奪戦になりそう。さすがに34歳は争奪戦にはならん。寂しくなるな。まあ天才投手やしチャレンジしたいのは当然よな。どう転んでも今の年俸よりずっといい条件もらえるのに挑戦しない手はない。引退後の人生も考えたら失敗しても挑戦する方が経験値になるよ。桑田になるか上原になるかどちらにしても先発であの球速ではメジャーは厳しいかな。しがらみの多い野球人生だったろうからこの年になったら好きなことをしてほしい。いけたら斉藤隆と同じくらい下級に再覚醒したらええな。菅野メジャー挑戦するなら小林今年までやな。来年は山瀬使うのかな。菅野なら喜んで応援するわ。全盛期に行かせてやれなくて申し訳ないくらいだ。菅野は今年優勝まで導いてくれたし年齢的にも普通に応援よな。寂しいが背中を押したい。本当は6年前に行くべきだった選手がここまで残って優勝までさせてくれてんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。